森本さんのお家でダラヤセって言うの、ダラヤセっていうのはどういうことでしょうね。果たして今回森本がおすすめするヤバそうなタイトルのグッズとは。はい、皆さんこんにちは。ですね、私がお勧めしたいのはこちらの商品なんですけれども、これはサウナなんですよ。はい、ちょっと見てわかると思うんですけど、あのサウナってやっぱり行くってなるとちょっと大変じゃないですか。だからお家でサウナできるんですよ。お家で勝手に痩せることができるし、汗を定期的にかくと代謝が上がって痩せる。はい、そしてですね、あのこちらの商品の超おすすめポイント、いきます。見ててくださいね。いや、手が出たところでちょうどパーセンが決まってしまいました。延長プレゼンの気持ちはあんの、マリモトさん。正直こっからって感じです。こっからって感じ。みんなに聞いてみましょう。延長してほしいという方、札の方お願いします。8人以上上がりました。延長決定でございます。はい、では続いていきたいと思います。はい、ですね、あの普通サウナとか行ったらもう携帯とかも持ち込めないとかあるんですよ。でもこれは、はい、あのこうです。頑張った。と思って映画鑑賞したりとか、あのホーム頑張って取れた。動けないんじゃないの。こうですね、こうなるほどなるほど。普通サウナではタブレットとかスマホ見れないですから、それは